5番の大沼が上がっていきます。大沼が前に上がって誘導員をかわす。残り600の鐘。2番の荒木が2番手、3番手に8番山崎、4番手9番高橋で、5番手の位置に1番の岡田が入りました。6番高谷は8番手に置かれています。残りが1周、5番の大沼の先行です。2番手後ろの様子を見た2番の荒木、3番手8番の山崎がしっかりと追走、その後ろ9番の高橋がここはまくっていきます。3番手から2番手に迫ろうというところ、しかし5番の大沼もペースを上げる。高橋のまくりは2番手外で苦しくなった。3番手以降も少しごちゃついている4コーナーから直線。大沼が先頭、外から2番の荒木が伸びてくるが、間を突っ込んだ1番の岡田。